久保さん。いや、運転免許証ね。実は、あれ、久保さんでやっぱ似てますね。この前僕更新してきたんですよ、実は。まあ、ちょっとね、動画、あの、作ってないですけど。まあ、でも過去にね、ちょっと作った事例をご紹介しておきましょう。まずですね、あの、まあ、運転に関することなんですけど、まあ、き、ん、まあ、久保さんもね、あの、違反講習だったってことなんですけど、僕は違反した時に撮りました。<laughs> 違反した時にとって、まあ、切符もらうじゃないですか。で、その切符もらった話をしたんですよ。で、それが、えっと、今、3553回回ってますね。3500回回ってます。これが、交通違反の罰則金の納付について、納付のなんちゃらってやつですね。交通違反の反則罰則金のなんちゃらってやつが3500回。 あとは、僕一回過去に免停したことがあるんですけど、免停したやつに関しては、免停中だけど車に乗ってみたっていうね、ちょっと釣りっぽいところもあるんですけど、これが久保さんなんと1万3000回待ってます。<laughs> まあ単純にやったことは、免停中だけど、まあ車のエンジンかけないとバッテリー上がるんで、あの、車、免停中だけど、走らないけど車の座席に座ってみたって、乗ってみたっていうね。走ってないんですよ。<laughs> 乗ってみたっていうね。<laughs> 免停中だけど車にの座席に乗るっていう。 多分それはまあ違反なのかな違反じゃないですよね <laughs>。ね。運転してないんで <laughs>。駐車場に停めてある車にただ乗ってエンジンかけるっていうね <laughs>。それだけなんですけど。まあちょっとね、釣りっぽいですけどね <laughs>。でも走ってみた後は書いてないですからね。乗ってみたっていうね <laughs>。それで久保さん1万3000回ですね。はい。免停中だけど車に乗ってみたっていう <laughs>。まあそんな感じでまあ、なんだろうな。まあ全部ネタになるんで、だから、 ネタにしようとする気があるかどうかですねうーん。もしくはネタに気づいてるか気づいてないか、あ、これネタになるなって気づくのか、もしくはネタにしようと思うのか、多分この2曲ぐらいかなと思うんですよ。 ネタにあっ、これ、これ、これいいやん、ネタにできるやんって気づけるのか、もうそもそもネタにし,しようと思ってやるのかっていうね、<laughs> まあどっちの局面かかなと思うんですけど、じゃなんでこれ気づかなかったりとか、ネタにしようと思わないのかっていうと、そもそもその発信しようっていうね、えー、まず気持ちがなかったりとか、あとその結果を得ていない、うん、で要は発信してないから、その結果を見てないんですよ。 例えば僕今事例をご紹介しましたけど、まあ、これアナリティクス僕見れるんで、久保さんも YouTube の管理画面でアナリティクス見てて、まあ、どういう動画がどういうタイトル付けしてどういう風にやったらどう再生数が上がってんのかっていうのはアナリティクスで見て、それが事実じゃないですか。嘘じゃないですよ、じゃないですか <laughs>。あ、これ回るんだな。あ、ということはこれもネタになるんだな。あ、なんだこれもネタになるな。あ、これ、あ、こんな動画も回るんだっていうのね。めちゃめちゃ僕持ってるんで、いろんなジャンルで <laughs>。 だからいっぱいアップロードするってことは、いっぱいの市場の価値というかね、を知れるっていう、さまざまなね、こんなんでも回るんだなっていう、例えばコピペ動画もあのアップロードしなければ、その結果は得られなかったし、あ結果を得たことによって、やっぱりコピペでもやっぱ市場にニーズがあるんだな、市場に価値があるんだなっていう、価値がゼロだったら回らなくないですか、コピペ動画。コピペのやり方動画ですね。 コピペのやり方動画が価値ゼロだったら、回らないですよね。そこに求めてる人がいるから、回るわけじゃないですか。3万回ぐらいで。で <laughs> そう。だからそ、それを知らない、リサーチしてないですよね。まあ、そのテストしてないというかや、やってないんで、わかんないですよ。だから、ずっとわかんないってことです。だから、結局、やらないからずっとわかんないってことです。だから、やった人しか結局、久保さん、わかんないですよね、これね。 だやれやれって言ってもやんなかったら、結局、その先の向こう側の結果はもう何もわかんないまま。雲の上。あ怪しいんでしょ詐欺でしょそれで人生終わっていくってことです。うん。じゃや,だや、だから、昔、その結局やった人だけが全てを手に入れるっていう本出て、これ多分30万部か40万部売れたような気がするんですけど、結局、結局やった人だけが全てを手に入れる。まさにこの通りで。もうこ、この一,一点ですね。結局やらなければ何も手に入らないっていう。裏を返すとね。裏を返すと、結局、 やらなければ何も手に入らないあこれでいこう <laughs> これでタイトルいきます結局、えー、やらない人は何も手に入らないってことですねはいいってらっしゃい